転生して田舎でスローライフを送りたい。梶島正樹と似た性癖を持つ、年上のお姉さんに叱られたい、霊俗したいって作家が作ったガチのスローライフ漫画。梶島正樹は、自分が万能チートの初太になって、癖の強いお姉さんたちから頼られたり、チヤホヤされたいって性癖がモルトベーネな作家なのぜ。しっかり、好き。を表現できていますし、性癖も特殊で多様なのでベネです。徹底している部分は、ガチで何のイベントも発生させない部分であり、領地が襲撃されるとか、飢饉が発生するとか、お姫様を救出するとか全くない本当に徹底して無味乾燥に仕上げている部分が語彙数。一応、梶島正樹的な人間が好きそうな姉とのドタバタイチャコラは一貫しているのぜ。で内容は、チート特典で、空間魔法を手に入れた主人公の男が、いい感じのスローライフができそうな田舎の貴族の家に転生、そこで一貫してスローライフをするという漫画。この手のナロー系のテンプレとしてマヨネーズ並みの頻度でジパング生まれとしては米と醤油が欲しいってシーンが出てくるのだが、いつもこの手のテンプレを見るたびに言うほどのものかとか思ったりする。うちらおまんじゅうは無機物だから、さしてこだわりがないからそう思っちゃうのぜ。ただだストーンって漫画で詐欺師がコーラが飲みたいってシーンが出た時はコーラ飲めなくてしんどい気持ちが共感できたので、個体差ってやつだと思いますが、そもそもナロー系作っている作家ってガチでインフラとか整備されていない、群馬とかの田舎で生活したことないと思うので、別にそれはそれでいいのだけど、電気水道などの基礎インフラが整っていない場所での生活ってガチでクソウルトラしんどいのぜ。まあこの漫画は典型的なナロー系作品で、ヨーロッパのいいとこ取りをしたナロー系ヨーロッパ、通称ナーロッパが舞台なので、細けいツッコミを入れるのはやぼってもんだらっしゃい。まあ、そんな感じの、スローライフをたしなみたい感じの安定した漫画。